ナオツーさんです。パパです。本殿ベンチ始めよ。さあ今日なんですけれども、おいさよざよざくらのことです。よざです。もう知っとるんよ。知っとるんですよ。もうハザです。ハザ。ゆるトークってことですか。まあそうですね。久々ですね。飲みながらね。はい。ああだこうだ言うんで、ゆったりと皆様を見ていただけたらと思います。思います。あと今日ゆうかが初です。あ、そうだ。マネージャーのゆうか、お願いします。じゃあマネのゆうかです。じゃあやっていきましょうか。はい。あ、ゴリです。いや、わかった。本日もどうぞ。じゃあ乾杯でーす。よいしょ。よーい。お疲れ様でーす。お疲れ。イエーイ。あ、おいしい。おいしい。いいですね、やっぱり。で、そのさ、パンパンのさ、ビールの飲み口さ、これね。それなんだろう。毎回やるよ。へこますんで。一個目は。同じ朝日とかを例えば飲んでても、はい、俺のがこれだって分かる。あ、矢印的な使い方。矢印、はい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 、矢印で、もう一個重要なのが、うん、ここのね段差があるじゃないですか、紙は、うんうん、ここの段差をボコって潰してゼロのこのストレートスムーズストレートにすることによって何スムーズストレートってここでバウンドして泡にならないっていうね。それ本当なの。ビールがスーって入って本当だと思ってますけど。そうなんだ。そういうのありますよ、皆さん。周りの人には共感されないけどやっちゃうんだよなの話。靴とかズボンとか絶対左から履く。おお。玄関とか出るときも左から絶対出る。そうかな。え、左から履く？うん。ジンクス的なあれだね。そう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 。なんかじゃないと気持ち悪いんだよね。うわ、ないなぁ、それ。マジ？そういうルーティンねえなぁ。電車に乗るとき一礼するとかないの？一礼。聖なる。聖なる。そうそうそう。一礼ねえなぁ。聖なる鉄の箱じゃん。聖なる鉄の箱。ミラーフォース。バリアだ。遊戯王じゃねえんだよ、お前。寝るとき必ず特定のタオルを持たないと落ち着かないとかない。俺子供の時からそうなんだけど。え、そうなの？マジで？え、今も？今もね、別に寝れるけど、やっぱなんかあった方が。そうなんだ。かわいいね。かわいいね、確かに。マジで。でもポジションとかない？体勢。ポジションめっちゃある。体勢はありそうだね、みんな。あ、でも、あ、うつ伏せでは絶対寝ないわ、マジ？うつ伏せ俺も。マジ？2億パーで。まあ使わないな、うつ伏せ。まあ使わないでしょ。究極の一手。でもたまにやるとさ、落ち着くよね、うつ伏せって。うつ伏せ。うつ伏せ行く。うつ伏せ行く。たまにやんの確かに。お、ありかもってなるけど。ちょ、そのスタミナはなくない？うつ伏せ。すぐさ。長時間やり。絶対ない。枕をこう抱えて、こう枕の端っこに手こうやって寝る。枕抱えるの？抱えちゃう。抱き枕？にしちゃう。え、ここは？頭は？その腕のとこでこうやって腕しびれそう。なる。あ、腕しびれセルフ腕枕寂しいの。募集中です。耐久性はあるっぽいよね。でもね、そういうので言ったらゴリの根掘り葉掘りも面白いしさ。根掘り葉掘り、そんな掘られるの。いつからゴリなんですか。ゴリ。いつからゴリなんですか。なんでゴリなんですか。ゴリ歴何年だ。13年ぐらい。え、結局なんだっけ、高校からなんだっけ。そう、高校のなんかお泊まり合宿、勉強合宿みたいなやつあったじゃん、ツータン1年生の最初の、うん、高校一緒なんだもんね。そう、高校一緒。そうで、その時はまだツータン知らなくて、俺も知らねえ。真面目気味だったもんね。のっけから茶髪だったから。生きてる、生きてる。それは生きりたいやん。超真面目中学からの高校は生きりたいやん。でも本当に憧れちゃってたから痛いよ。本当に極戦とか憧れちゃってたから。中に赤とか緑着るみたいな。みんな着てたもんね、入学式で。着てたもん。マジで。入学式。え、高校も学ラン。高校学ラン。中学はブレザー。俺緑着て入学式行くやん。でその後中学に遊びに行くみたいななって、78人ぐらいで、最後の方でこいつが来たんだけど、俺緑じゃん。
こいつ黄色だった。え、やばくない？めっちゃ今悪者になってたけど、こいつ普通に黄色系だ。パンパンです。そっから始まってんだ。すごいね。普通に黄色系だ。普通に覚えてないの。ワイシャツの中でしょ。ワイシャツの中。やっぱ第2ぐらいまで開いてたから。でも第5ボタンまであって、第3まで開けて、第5ボタン開けたよな、俺ら。のみ。4のみ。俺らって。そう、え、俺らって知らない。本当のみ。な、俺らな。知らない、知らない。4だけやば。4だけだった、俺。4のみ。めっちゃ理解できない。意味が分からん。1、2、3開けて、5開けて、4だけ下がる。めっちゃ理解できない。で、ネックレスつけて、緑着て、みたいな。ダサいっすね。うわ、ツンツン、そうだね、ツンツンツンで茶髪でみたいな。一回そこは通ってない。通ってない。マジで、うん、マジか。え、ゴリは何だろう。あ、ゴリね、ごめんなさい。確かに。お泊まり勉強合宿みたいな、ホームルーム合宿みたいなやつで、うん、同じ部屋、同じ班で部屋みたいなやつらとトランプこうやってやってて、で、じゃあごめん、トイレ行ってくるわって言って、共同トイレみたいな、廊下にあるトイレ、そこまで歩いて、帰ってくるまで、まあ、2、3分や。おー、ただいまーっつって。帰ってきたら、そこ、それまで長谷川だったの、うん、多分その 2,3 分の間に会議が開かれ、うん、そこで、はい、お帰りゴリってなった。へー、そっからか。だから高校入って1週間だ。なんでかは分かんないね。いまだに分かんない。多分見た目でしょ。当時から結構こんな感じなの。ずっとこんな感じ。え、でも変わんないよね、ゴリ。マジで変わんない、見た目。ちょっとシュッてしてるかなぐらい。当時の。あ、でも、あ、でもそうかも、そうかも。現役だったしね、バレーとか。終わるな、終わるな、終わる。さらっと終わんな。おーし、よしよし、取れてる、取れてる。いや、俺が嫌だよ。だって2本目ほぼ俺じゃん。こんな2本も3本見たくねえだろ。あかんやろ、お前。パンパンってお酒強いの？あ、強いですよ。強くない、弱いよ。弱いですよ。まあ、俺の方が強いね。おい、そうね。まあまあ、それは俺の方が強い。言った方がいいよ。うん。強いって言ってけど。まあ俺。飲んでないから。俺はね、俺なんですよ。まあ、まあ強いのは。先に酔うのは俺。うん。強いのも俺。俺。いや、待て待て。だって、セーブするもんね。そうなんよ。言ったって言ったって。ぶっ倒れてね、カラオケから出れなくなる。よりかはマジだと思うよ、俺は。俺はそう思うけどね。そりゃそうだ。そりゃそうだったな。あんま顔色変わんないよね。だから最後の最後でめっちゃ飲まされて、グロッキーで帰るっていうのが定番なの。終盤めっちゃ楽しいよ。ああ、なるほどね。終盤で急に記憶なくなる、最後。俺は。いや、なんか酔っ払ってんのもわかんないくらい。そうだよね。いや、でもほんまにね、言われるね、よく。なんか最後にあの曲でめっちゃみんな盛り上がったよねって言われても、そうだったんだって感じ。それさ、寂しくない？一番怖くない？いや、寂しいよね。寂しいよね。不利。不利有利や。いや、だから、お前も大振り、大振り、大振りだから。やだ、やだ、やだ。もったいない、もったいない。もったいないよな。本気で楽しかったんだなって思わないでも。逆に私そう思っちゃった。なるほどね。あ、でもね。記憶ないけど、楽しかったら分かんないけど、記憶飛ばすほど楽しかったんだろうなって思うから。でもあるな。そう。悪いことだけじゃない。まあパンパンすぐ酔っ払うよね、うん、でも序盤で決まるのは羨ましいよ。すごいいいと思う。逆にね。でもそれでギャップが生まれて冷める自分もたまにいるの。それも含めて嫌だし羨ましいんだよな。だから俺はすぐにアルコールバランスの話を、はい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 、やるね。定番の、ね、引っ張り上げる。2、3曲目くらいでさ、ゆいちゃん。その頃バランスおかしいことになってる。めっちゃ笑った。余興の動画の後の。そうか。そう。でもあの日の、あの一番は、俺とお前がサントラを歌ったことだ。サントラ歌ったんだ。歌った。違う。俺マジで最初ソメが歌った3曲しか覚えてない。成功してた。え、めっちゃいい。え、しかも本当になんか2、3人から、マジでいいって言われた。真顔で。うわ、だからほらもったいない。そういうの撮っときたいの。記憶なくなるってどうなるの？なんか2パターンぐらいあるじゃん。パターンあると思う。なんかバーンって全部なくなるのか、なんか部分部分。ところどころないみたいな。俺はもう夜中の何時から記憶、後ろが記憶ないみたいな。最後に時計見たのが何時だからそれ以降はマジで覚えてないが、これ。見たのは覚えてんだ。あ、そう。へー。急に来るね。急にバン来るから、俺は。
それが嫌だよな。ポンポンは ずっとないだろう。ずっとない。おはようからお休みまで。12時間分はない。おはようからお休みまで。1日12時間分はない。どんだけ寝るんだよ。まあ飲んでてさ、めっちゃ酔っ払ってんな。でも、意識はあるな、多分、みたいな状態が。ああ。そっからさ、でも、まあ飲みすぎて、かなり酔っ払って記憶が、次の日からするとここの記憶はないっていうところ、はいはいはい、この意識がちゃんとしてたとこも蝕まれて飛ぶ。あー、分かる分かる。そう、そのこの後がやばいとしっかりしてたとこも全部飛んでいくの。こっちに虫食いされんな。そう、マジでそう。あのギブミーチョコレートを取っていただいたのが優香さん。そうですよ。改めて言うけど初ロケ。そう、初カメラマンは実はゴリじゃなくてユウカだったっていう。そう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 、意外とギブミーチョコレートの次の大敬遠からゴリだからね。うんうん、うん、そうだね。そこで加入だから。そうそうそう、待ち合わせゲームとかにしたいよね。あれ、あー、あれね、意外と、ね、私もうちょっと伸びるかなって思ったんだけど、うん、あれ意外とダメなのかな。やっぱパクリやんってなっちゃうのかな。伝わりづらいのかな。撮ってる側からして結構楽しかった企画、結構上位。あれね、もっと見てほしい。見てほしいね。開いてもらえれば楽しいと思うんだけど。そう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 。テンポ感もね。そうそうそう。なんかカットの。一番人を派遣した日だったからね。そうだね。確かに。最近あの私、はい、パスタ作りにちょっと、まあ、いいじゃん。ハマっておりまして。うん、いいじゃん、パスタ作り。あのどこにしよう。作ってるんですよ。めちゃくちゃうまいね、パスタ。しかも簡単だね。うん、むっちゃ簡単。チャーハンよりなんなら簡単なんじゃないかぐらい。パスタ作れないでしょって。作れるでしょ。作ったことない。決まった。作ったことはないけど。パスタ作れないでしょ。作れるでしょ。企画決まったね。パスタバトル、ね。パスタバロンね。パスタバトル。ちょっと最近何パスタ作ってんの？ああ、もっぱら和風ですね。ああ、はいはいはい。もっぱら。あの、バター醤油系というか。お前のパスタ対決でそれやりて、勝てる自信ある。うまい。あ、やばい。やばい。火ついてる。やばいやばいやばい。何で、何パスタ作るのだって。パスタ作りってお前何パスタ作るのだって。作れないでしょ、トマトとかカルボナーラ。ジェノベーゼ。コラボするか。いや、やっぱ、だから勇気を出しての。ちゃんと時間取り組んで。うん。コラボの時はね。うん。なあ。どうでしょう。頑張る。生きるお二人。本当に嫌だ、本当に嫌だ。本当に嫌だ。お前のもう、本当に嫌だ。ダメさを出せよ。じゃあ言って言って言って。嫌だ、本当は嫌だ。めっちゃごめんってなるから。めっちゃ怖い。でもそうだよな。そうだよ。いけ。そうだ。YouTuber ってでもそうだよ。いや、そうだけど。おもろいもんな。猫かぶってたらそれは伸びないよ。猫はかぶってないよ。猫はかぶってないけど。いや、多分プライドが、こいつの中のプライドとかね、いろんな感情が。いけいけいけ。いけいけいけ。何でも誰がこう出してるの。いや、でもいいよ、いいな。もっとなんか出してもいいと思っちゃうんだよな。大地の場合、パパの場合、大地的に。大地で、大地でやっていくわ。大地でやってたんだよ。大地です。お前なんでパンパン。テロップ、うん、あれだよ。ひらがなだよ。最初、最初。最初そうだ。一番最初パンパン。ひらがな。カタカナに変えて、変えるわ、みたいなの言ってんの。言った。くそどうでもいいと思った。そう。あとさ、あとさ、動画さ、送れるときさ、電話してくんだよ、やめてくんだよ。俺、それ嫌なんだよ。いいじゃん、いや、嫌なんだよ。いやいや、その時間だったら編集してって思うの、俺。その10秒あんの。だって、打つより。いや、待って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 。いや、いらん、いらん、そのせい、いや、そのせい、いらんってなっちゃう。いらん、いらん、いらん。マジか。いらん、いらん、いらん。いや、もうだってさ、あれは、かなり8時ぐらいで。そう。でしょ？そう。8時。それが、なんなら半、6時なら、わかるよ。言い分。ああ、なるほどな。言ってることはわかる。みちみちにやってて、わかるわ。無理だ。でも、文より絶対に声の方が、ああ、なるほどな。ごめんなさいが伝わるっていう。なるほど、なるほど。ちょっと待って、なんか2人になってるよ。なんか2人になってるよ。わかる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 。だから本当に、だから、多分ね、家の育ちの違いもね、俺そういうの若干あると思うんだよね。うん。ちょっと、ちょっと関係ないけど、その話。潜水して苦しかった。どんなにゴールして、苦しかったらもう、立てみたいな話の家じゃん。おかんがね、そっちのおかん。AC がね。
25m 潜水で、まあ小学校か中学校かあるやん、なんか、うん、それを 24m まで行っても、あと 1m でも苦しかったら水面に出ろって出ろっていう教えで育ったので、ね、それがお前んちだよな、まあ、いいか悪いか分かんない。いやでもそれもめっちゃいいよ、学校でどんなに遅刻しそうでも飯食えっていうタイプでしょ多分。あ、そうだね、家的に。そうだね、違うもん、逆そこで違うもん。あ、そんなちょっとでも飯食ってる暇あんならチャリ焦げだから、あうち。ああ、そうね、何やってんの、ガイアがいるんですよ。なんか、なんで俺ら二人でなんか毎週キングコングみたいな。ででででんてんてんてん、お前西野すな、西野すな。何この話、コラボしようって言ったんだよ確か。これ名前出しちゃうとね、マシューティーさんとかね、マシューさんコラボしましょう。マシューティーさんのことマシューさんって呼ぶこと勝手に勝手に勝手にめっちゃ勝手に。ユミノンさんとかもしたいな俺、車椅子の人と健常者の人、2人組、はいはいはい、一緒だから似たような似たような感じだから、話しててなんか共感できることあるんじゃないかなと思って、ユミノンさんぜひお願いします。こうやんだっけ、いいコラボって、こうやんだっけ、やんないよ、やんないけど、やらないけど、ってやんだっけ、やんないよ。じゃあもうここらで終わります、じゃあそろそろね、はいはい、いいっすかゴリさん、はいはい。ということですよ、ゴリさん最後にじゃあ一言お願いします。お願いします。すいません、みんな歯磨いて寝ようね、バイバイ、チャンネル登録お願いします、お願いします。